ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さんありがとうございます。今日は池袋駅の東口に出てきております長谷川隆です。言論の自由と報道の公正を訴え続けております長谷川隆です。報道の公正、公正なる報道を訴え続けております長谷川隆です。今日言論の自由、報道の公正が守られているでしょうか。テレビや新聞、NHK も含めてね、偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて反日に偏った偏向報道をしているのが今日です。またこの偏向報道どころか嘘の報道までしております。さらには重大事件にもかかわらず、あえて報道しないという、これが公共放送 NHK までもがそうです。これでは我が日本国の選挙による議会制民主主義を守ることができません。 NHK においてはね、よく皆さんいい番組作ってますよねとおっしゃいます。そう、私もね、どちらかというとファンなんです。いい番組もたくさん作ってる。しかし肝心要のところで日本の反日の放送をしているんですよ皆さん。最も大事なところで、我が日本国が残念ながら今日においても自主独立をしていません。1952年昭和27年に我が日本国は一応の独立を果たしました。がしかし現実は日本国憲法法典を見ても分かるように、日米地位協定、日米安全保障条約のその下に日本国憲法成文があるのです。まあもちろんこれそう言っちゃいますね、日本国憲法そのものが占領憲法だからそれは当然でしょう。すなわち我が国はアメリカの属国であり、アメリカの植民地であり、アメリカの奴隷なんです。しかし今日私たちの日本の国はどうでしょう。国民の多くの皆さんが我が国が植民地であり奴隷であるということをお気づきになっておりますでしょうか。今日においては多くの国民がもう奴隷に染まりきっちゃって、奴隷であることを忘れてしまっています。そうして私もこのようにこういう場を設けまして、こういう会を設けて、我が国はまだ独立してない植民地なんだ、アメリカの奴隷なんだと言います。そうしますとね、何を言ってるんだと、もう日本は世界の冠たる国家なんだと言い放ねます。そうでしょうか皆さん。日本の空はアメリカの空軍によって管理されてます。東京の上空は皆さん日本の法律で飛行機が飛んでるんじゃないんですよ。アメリカの空軍の管制のもとに動いてる、飛んでる。かろうじてそこを一部を東京上空を開けていただいて、まさに開けていただいてそこを私たちが飛んでるんです。これが現状なんです。日本全国のアメリカ軍の基地を見ても分かるように、アメリカの基地は日本を守ってるんじゃないんです。アメリカの基地を守ってる。在日米軍を在日米軍が守ってる。そしてそれはすなわちアメリカ本土を守るということなんです。結果私たち日本の国を直接攻撃はしてくるね、大陸の国家や半島の国家は今日においてはまだありませんがね。しかしこの現状を、我が日本国の現状を NHK はどう報道しているでしょうか。そう、報道しないんですよ。この重大なことを報道しないということが、これが最も危険なことなんです。
ぜひ皆さん、私はこの敷島会のこの場を借りまして演説させていただいております。 NHK 面白いからいいんだよ。そう、 NHK は面白い、大変素晴らしい。金払うよ NHK。 私も払ってますね。これはいいんです。ただ残念ながらね、報道しないことがある。あ、シーズなんだか分かんないけど怒ってるお客さんいます。お客さんじゃない、通りがかりですつまり我が日本国はぜひね、自主独立を話し果たしましょうよ、ね、ぜひお願いします。頑張ってください。靴沢さん頑張ってくださいNHK から国民を守る党の皆さん頑張ってください。